こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は2023年5月の家計簿公開ということで、家計簿公開していきます。貯蓄率はですね 30.7% という結果になりました。では家計の状況から見ていきます。家計の状況ですけども、私は32歳のサラリーマンで一人暮らしをしています。家賃補助があるため家賃自体は低く抑えることができています。今のところ借金はありません。そして自家用車を1台保有というような家計の状況で、収入支出どうなったのか見ていこうかと思います。まず収入からになります。収入は手取り給与が242,696円、配当金が8,578円。配当金はほぼほぼ JEPI からの配当金ということになっています。次に手取り家賃収入1日分が2258円ということで、今月からですね、私は不動産を一つ持つことになりまして、今月の5月31日から僕自身が保有するということになったので、1日分の家賃収入だけが入ってきて2258円ということになっています。次に不用品買取ということで、ゴールデンウィーク実家に帰ったんですけど、その時に自分の部屋にある不用品をですね、集めて買取屋さんに持ってって売ったというところで6,317円。次に財布という仮想通貨取引所でのお手軽トレードというですね、仮想通貨の自動売買ですね、こちらが2297円という結果になりました。グラフで表すとですね、給与外収入がこのような形というところになってまして、1万円以上ですね、お給料以外の収入があるというところになってますので、これをねどんどん増やしていきたいなというふうに思ってます。合計しますと262,146円という結果になりました。ではね、支出の方を見ていこうかと思います。支出はですね、固定費、変動費、特別費というふうに分かれています。まず固定費のところはいつも通りなんですけど、家賃は家賃補助があるため1万円というところになってまして、そして自動車を保有しているというところで自動車保険と駐車場代がかかってきています。その後はですね、サブスク代といったところになります。次に特別費なんですけども、医療費が18,700円ということで、これはですね、整骨院に行って、その整骨院のね回数券を買ったんで、その分が医療費ということで、入ってきているというところになります。ちょっとね、首が歪んでいる、そしてそのせいで肩こりが、ずっと続いているというようなところだったんで、一応整骨院に行って試しにやってみようかなというところで医療費がかかってきています。次に自動車税ですね、これが 34,788円というところになっています。次にアドレス代が1,650円。これはですね、僕自身がブログを書いてるんですけど、そのブログのアドレス代が、年1回払いで1650円というところになってます。次にカードの年会費、これは楽天ゴールドカードの年会費ですね、これが2200円。次に被服費が3080円ということで、そろそろですね、夏になってきたというところで、パジャマ用のねズボンを買ったりパンツを買ったりといったところで、被服費がかかってきました。次に美容代が3900円ということで、僕自身はですね、2年間ぐらい美容室に行ってなくて、自分自身でね髪の毛カットしてたんですけども、ちょっとね襟足とかそこら辺がね、伸びすぎてというか、剃ってもらいたいなといったところがあったので、理容室に行って、実際剃ってもらったりしましたといったところになります。次に変動費、食費がね 46,249円ということでね、非常に大きくかかってきています。これは外食が増えてしまったというところ、コンビニが増えてしまったというところ、そしてですね、プロテインとか、マルチビタミンとかのサプリメント代もこの食費の中に入っているといったところになっていますので、それで膨らんでしまったっていうところがあります。でもそれにしてもね、多すぎかなというふうには反省するところですね。次にスマホ通信費1095円、日用品が1886円、娯楽費が7988円、水道光熱費が7725円、交通費が15,938円。交通費ちょっと高く見えるんですけども、これはゴールデンウィーク実家に帰省したといったところと、あとですね、ちょっと不動産の物件を、別に一軒見に行ったので、その時にかかった高速代であったりガソリン代っていうところが入ってきています。次に飲み会代が3000円といったところで、合わせまして181,449円の出費ということになりました。前月がですね、106,765円といったところだったんで、前月からすると結構増えてるなといったところになります。収入から支出の方を引きまして、残金は86,977円ということになりました。貯蓄率で表すと 30.7% ということになりまして、ちょっとね、低いかなといったところになっています。2023年の予算はね、180万円見込んでるんですけども、この181,000円ほどをですね、引くと、年間の予算の残りというのが77,653円というところになってますので、ちょっとね、厳しくなって
ってきたのかなといった感じになっています。ではですね、2023年収支のグラフというところで見ていくとこのような感じとなっています。できればね、10万円以内で抑えたかったところではあるんですけども、5月ねちょっと膨らんでしまったなといったところがあります。まあ、6月以降ですね、抑えていけたらいいなというふうには考えているんですけども、まあ、実際どうなるのかなといったところになっています。では最後にね、まとめといったところになります。2023年5月の収入が262,146円、支出が181,449円、残金が86,97円という結果になりました。2023年の年間予算は180万円、5月ですけども5月を終えての残りは77,653円というところになっています。5月はね、出費が多くなり反省ですといったところで、結構ね、出費が膨らんでしまったなといったところがあります。特に食費ですね、食費の部分が膨らんでしまったので、6月はね、ちょっと食費を抑えていかないといけない、なというふうには考えています。というわけでね、最後までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。